グスタフ・フォア・ヘア・ヨハン・ミハイル・クリスティアン・グスタフ・フォン・フォア・ヘアはドイツの建築家、技術者。1820年代にバイエルンで建築技師として、とりわけドイツ国土景観保全や国土美化の分野で活躍。また1923年創立する王立ミュンヘンのベルリン建築学校設立にも尽力し、死去するまで校長として人材育成にも当たった。 バイエルン州の史跡名称保全にも参画。文化財保護の先駆者。ミュンヘンには彼にちなんで名付けられた通りがある。フロイデンバッハで大工統領の家に生まれた。エアランゲンとベルリンで建築を学び、その後マールブルク大学で経済科学を専攻。さらにアンスバッハで自然科学を学んだ。プロイセン王国政府から2年間の奨学金を獲得し、 芸術アカデミーベルリンで美術を学んだ。1800年には、ヘッセン・シュリッツのゲルツ伯爵家が所有する、ヘレンブルク城の付属建築物建設の担当長として任命され、1803年まで、その職にあった。その後、オラニエン伯爵家の専属建築家として使え、1804年からは、同地で、王宮再建とビルヘルム通りの計画などを含む、 公共事業全体を担当。1806年にはパリに留学し、ジャンニコラル・ルイ・デュラン・パリの下で学んだ。後に、イタリアやウィーン、イギリス、フランス、オランダ、スイスへの視察旅行も行っている。1807年から2年間、フランス支配下のフルダで建設技師として在職。1808年に著書、ドイツの国土美化についてを発表。 1809年からバイエルニーザル地域の財団や自治体における地方建設査察官に就任のためミュンヘン建築委員会に移った。1810年から委員会メンバーとして、1815年からは監督顧問官、1817年からレオフォン・クレンツェの王への介入によってルート比ヒ一政治家に再結成されたバイエルン。 自由州内務省公共事業の臨時上級委員に就任。1818 18年からは、イーザル地方政府の建設監督官に就任。この後職務を遂行しながら、国土美化のために各種の協会、委員会などの団体を組織し、さらに農業連合団体や諸工芸会連合会などを組織。1823年には、国土改善と美化の連合会を設立。 1924年にはエアランゲン大学から名誉学位を授与された。数々の賞を受賞して、ギリシャ騎士名誉称号やロイヤルバイエルンの建築家として、ミュンヘンのロイヤル美術アカデミーの名誉会員にもなり、農業や効果社会とバイエルンの改善学会会長も歴任した。ミュンヘンにて没した。ウィキメディアコモンズには、グスタフ・フォアヘアに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。